アニメソングの歌手水木一郎さんがちょっと亡くなられたということで、ちょっと動画出します。ご冥福をお祈りします。水木一郎さんの曲はまあいろいろな世代もあると思うんだけど、こう、まあ、自分の中でもこう前線を離れたとしても結構いろんなところで出てきてくれて、まあ、そこら辺で思い入れのある人だったなっていう印象があります。まあ、個人的には結構スパロボ世代っていうのもあって、まあ、それもあの、まあ、プレステ1プレステ2の頃なんですけど、まあ、そこら辺もあるから、まあ新ゲッターロボ対ネオゲッターロボとかのスーパーロボ対戦アルファガイデンとか、まあ、そこら辺の印象もすごくありましたし、あとチェンゲもかマジンカイザーとかもか、うん、まあ本当、まあ、ジャムプロジェクトとしてももう本当にいた人たちだし、もう特撮としても結構、まあ、ウルトラマンオーブとか、まあ、ゴーバスターズとか、まあ、ゴーカイジャーとか本当最近まで結構やってたって人でもあると思うんですよ。まあ、それこそグラブル あのロボミのイベントでも出てきたし、うん、まあすごくなんか残念だなっていうか、まあ、残念ですよね、まあ、仕方ないけど、マジンガー Z インフィニティっていう、まあ、最近の映画でも、まあ、歌ってくれてたけど、やっぱこう2年ぐらい前からいろいろと調子良くないっていう話をしてて、こう本当に大変だったんだろうなっていう気もするんですよ。まあ、それでもこうずっとアニソン歌ってくれてたっていうことに対してもう感謝しかないですね。本当ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。最後に皆さんがあの水木一郎さんの曲で、まあ、どの曲が好きだったのかコメント欄に書いていただければ幸いです。では